お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回なんですけども、ダイソーさんで見つけてきた冬キャンプで活躍しそうな商品ご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速参りましょう。まず一つ目にご紹介するのはこちらになります。ステンレス ステンレス卓上鍋でございます。はい、こちらなんでございますけども、以前ね、私が土鍋風アルミ鍋、まあ、ちょっと改造してしまったんですけど、あれをね探しに行った時、実はねこっちを探していたんですね。で、こちらステンレス用の卓上鍋ということで、大きさはまあ20センチ程度、になっているので、まあソロキャンプにもね、ぴったり使えるんじゃないかなと思って探していたんですけども、まあ、今日ねダイソーさんに行ったら、店頭に並んでおりました。で、お値段の方は税込み555円、そして満水容量は 0.95 リットルになっております。はい、で、もうこちら直火 OK ということで、まあ IH だったり電子レンジオーブンはダメなんですけども、直火が OK であればキャンプでね、冬の寒い時にお鍋なんかをねするのに、見た目もねすごくシンプルでかっこいい作りになっておりますので、これね、ぜひ使いたいなと思って、見つけていたんですけども、今回、購入することができました。というわけでこちら1品目がステンレスの卓上鍋でございます。そして2品目、こちらに付随しまして、まあ、お鍋の時ね、まあ、ソロキャンプだとなかなかお玉っていうのを持っていくのを忘れがちだと思うんですけども、まあ、ちょっとねお玉だと見た目もなんか家で使う分にはいいんですけど、まあ、キャンプでねちょっとかっこよく決めたいなっていう時にはなんかちょっとね雰囲気と外れてしまうっていうところがあるんですけど、そんなね、まあ、お玉、お鍋をね食べる時とかのねスープとかにちょっと使えそうな商品、見つけてきました。続いてご紹介するのはこちらでございます。はい、盛り付けレンゲスプーンと盛り付け穴あきレンゲスプーンでございます。はい、でこちらがメイドインジャパン日本製の商品になってますということで、まあお鍋とかねスープを作ったりするのに、使えそうなこちらの商品、こっちがね穴が開いてないタイプで、こちらがね穴が開いているタイプになってますので、お鍋なんかでね具材を装うときにこれであればねスープじゃなくて具材だけ取ったりっていうことで、いずれも便利なんじゃないかなと。で、これほぼほぼ同じサイズになってます。サイズの方が、書いてありますでしょうか。サイズは書いてない。一応材質はこれもステンレスになってますね。こっちもステンレスになっております。うん。で、まあこれねこの鍋とセットで持って行ってあげればね、ステンレスですし、ちょっとブコティな感じでね、うん、いいんじゃないかなということで、これだったら、うん、まあ、お玉っていうほどのお玉ではないですけども、キャンプでね、ちょっとしたスープだったり、まあ、お鍋をね、取り分けるときにいい感じに使えるんじゃないかなと思って、今回ご紹介させていただきます。うん。あ、こっち、あれですね。卵の黄身分けにも使えるっていうことで、まあ、確かにね、なんかね、おしゃれなキャンプ飯を作る方でね、そう、卵の黄身だけ使うみたいな方結構いらっしゃるんですけど、そういう方、これ便利ですね。卵の殻でさ、こう、うまくさ、コンコン、カンつって、うん、うんってできる方はできると思うんですけど、まあそういうのできない方はね、お料理ちょっと苦手なんだけど、黄身だけ使いたいとかだね、これね、いいですね。はい、というわけで2品目はこちらの、盛り付け穴あけレンゲスプーンと、盛り付けレンゲ穴あきレンゲスプーン。今、なんつったとりあえずこのね、二つでございます。はい。これいいですね。かっこいい。そして、続いていきます。どんどんいきます。続いてご紹介するのは、まあ、この時期、定番ですね。定番の商品になっております。はい。こちらでございます。てん。はい。湯たんぽ。うん。はい。もうシンプルに湯たんぽでございます。で、こちらね、サイズがね、ちょうどいいサイズになってて、これとね、もう一個大きいサイズ。もう本当に、いわゆる湯たんぽ。皆さんがイメージしてる湯たんぽサイズ、のものもあったんですけど、キャンプでね、使うのであれば、これでいいかなっていうことで、はい。こちら440円の商品でございますね。610ミリ入るってことで、はい。
これね、冬のキャンプでね、ちょっと、シラフの性能に自信がないシラフをお持ちの方、うん、であったり、まあ、じゃなくてもね、冬用のね、シラフを寝る前にちょっと温めておきたいなーっていうんで、まあ、こういうの使われる方結構いらっしゃると思うんですけど、またアイス早々に売ってたんですね、これね。うん。で、これ610ミリってことで、本当にちっちゃいサイズになっております。で、まあ、これに付随しまして、はい。続いてご紹介するのは、こちらでーす。ででん。はい。湯たんぽカバーでございます。はい。サイズが、26×18cm。ちょうどね、この、湯たんぽにぴったりサイズの、はい。湯たんぽ、カバーですね。可愛らしい、ちょっとニット調のね、カバーになってます。はい。これとセットでね、こっちが、220円ですね。で、こちらが、もう440円ということで、かなりお買い得なのではないでしょうか。はい。まあ、そして、まあ、これはね、湯たんぽは寝るときなんですけど、まあ、日中だったりね、まあ、キャンプ行くときの朝、まあ、寒いですよね、この時期。で、この寒い時期に、必需品といっても過言ではないであろう商品が売っておりました。はい、こちらでございます。てててんてんてん。はい。春カイロでございまーす。こちらは春タイプの6個入りですね。サイズが 10.5×8.2 のものになっております。10時間、持続で40度以上。最高温度は63度で、平均52度になってます。で、こちら肌にね、直接、まあ、貼る方はなかなかいないと思うんですけども、肌に直接貼らないようにお気をつけくださいということでね。まあ、いわゆる一般的な貼るタイプのカイロでございます。この時期ね、だんだん寒くなってきておりますので、必要になってきます。で、今回ね、これだけではないんです。はい。なんと、はい。嬉しいですね。ミニサイズのカイロ、こちらもございました。こちらは9センチ×6センチで8個入りになっておりますね。うん。で、こちらも8時間持続の40度以上、という形で、ミニサイズですね。まあ、カイロって一般的に大きいレギュラーサイズとミニサイズっていう風にあるんですけども、ダイソーさんでもこのラインナップを取り揃えておりました。そして、さらにね、これね、ちょっと嬉しい方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、こちらでございます。はい、春カイロのブラックバージョン。うん。ブラックバージョンのカイロですね。まあね、一般的なカイロでも、昨今、この黒タイプ、うん、っていう、春カイロがね、増えてきております。なんでしょうね、こう、インナーに合わせてね、目立たないようにっていうことで、この黒のね、カイロが登場しております。はい。そのダイソーでね、こういった冬対策の、うん、商品がね、続々と、発売されているということで、今回は、こちらのね、ステンレス卓上鍋、そして、こちらの、お玉のようにね、使える、スプーン2種類、そして、夜のね、寝るときに、いかがでしょうか。こちらの湯たんぽ610。そして、こちら、カバー、湯たんぽカバーですね。220円。そして、この冬、まあ前、ね、冬ではいつも活躍すると思うんですけど、春カイロですね。大きいサイズからミニサイズ。そして、肌着でね、目立たないように、ブラックタイプっていうものをね、取り揃えてございますので、キャンプのね、冬準備、まだの方、ぜひね、ダイソーさんの方を見ていただいて、自分のね、使えそうな商品あるかチェックしてみてください。というわけで、今回、ダイソーさんの冬ギア、ご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、ぜひぜひお願いします。また、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてメンバーシップも始めましたので、概要欄からぜひチェックしてみてください。というわけで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。